はがき作成ソフトウェアとは、はがきのアテナメント文面の作成から印刷までを行うことに特化した日本特有のアプリケーションソフトウェアである。主に年賀状の制作を念頭に置いたソフトウェアとなっていることが多く、9から10月頃に発売されることが多い。文面においては、数多くのイラストやテンプレートの中から選んだり、デジタルカメラで撮影した写真などを追加して、 レイアウトすることでオリジナルのデザインを簡単に作成することができる。ワープロソフトよりも文字や文章を様々な方法で装飾し自由に配置することができる。画像編集ソフトウェアとも似た面もあるが専門的な知識を持たずに誰でも簡単な操作でできるように配慮されている。アテナ面においては住所や名前などの宛先管理データベースの機能を有している。宛名や 差出人の入力を効率よく行うために郵便番号や電話番号からの住所の自動入力機能も備わっていることが多い。また、年賀状を出した、受け取ったなどの履歴を記録する機能もある。また、より丁寧な宛名面に仕上げるために毛筆体のフォントが付属していることもある。BCN ランキングでは、はがき作成ソフトウェアに、はがき、 毛筆ソフトという分類名を使っており、筆豆シリーズのクレオでは、毛筆印刷ソフトという分類名を使っていることにも表れている。印刷においては、両面印刷に対応したプリンターと組み合わせることで、宛て名面をデータベースから切り替えながら文面は共通のものを印刷することができる。印刷には、インクジェットプリンターが利用されることが多い。また、年賀状以外には、 初中未満、冠中未満、残暑未満、結婚、出産、引っ越し、ち中の通知などの文面に合わせたデザインやイラスト、テンプレートを同梱したり、案内上に使用する地図作成機能や各種の封書サイズなどにも対応している製品も多い。ソフトウェア本体は本来毎年買い換える必要はないが、本体に付属の素材集は、 その年の絵とのイラストやテンプレートが充実しているため、素材集を目当てに毎年買い替える場合もある。また、1998年に行われた郵便番号の7桁化や2005から2006年頃にピークとなった市区町村の平成の大合併では、郵便番号、電話番号、住所の辞書やロジックに回収が必要となるため、買い替えが促される場合もあった。 最初のハガキ作成ソフトウェアパッケージは1990年に発売された筆豆バージョン1.0で MS DOS 向けに作成された。その後、Microsoft Windows 95の登場、家庭へのパソコンとプリンタの普及に伴い、様々なハガキ作成ソフトウェアが登場、市場を形成していった。最初はパッケージソフトウェアでの販売が主流であったが、 1990年代末頃より素材集とソフトウェアが同梱された CD ロム付きムック本での書店を流通とする販売形態が登場。2000年代初頭よりダウンロード販売も開始。さらに2000年代後半になるとオンラインサービス形式も登場するなど様々なチャンネルを通して提供が行われた。2005年の BCN の調査では 同年の年賀状の作成は、アテナ、リメントも PC を使うが71.2%、アテナのみ、リメンのみも含めると9割強が PC を使用すると回答した。年賀状作成で主に使用する PC ソフトとしては、ハガキ作成ソフトウェアが66.7%と過半を占めていた。2008年当時は、ハガキ作成ソフトウェア市場は全体で、 約100万本の規模があった。しかし、年賀状の発行枚数は2003年の44.6億枚をピークに減少に転じ、ハガキ作成ソフトウェア市場の縮小がささやかれるようになった。2000年代後半からは、市場撤退するベンダーも現れ始めた。2020年の年賀状発行枚数は21.3億枚であり、ピーク時の 約半分と年賀状離れが加速している。市場も縮小が続いている。2006から2007年当時のハガキ作成ソフトウェアの市場シェアは、筆豆、筆王、筆グルメといったソフトウェアが上位を占めていた。ありがとうございます。